駅高架化工事中の仮設ホーム、地上北口高架化後のホーム東花園駅は、大阪府東大阪市吉田六丁目にある、近畿日本鉄道奈良線の駅。駅番号は、A12。花園ラグビー場前の副駅名を持つ、東大阪市花園ラグビー場の最寄り駅で、ラグビー運動場前駅として開業した。島式2面4線の対比可能な高架駅。 ホーム油校長は重量。地平駅だった時代は校内踏切があった。偶数番線が主本線、奇数番線が対比線である。なお、3番乗り場からは奈良方面への出発も可能である。駅長が置かれ、解岩田駅から石切駅間の各駅を管理している。なお、駅長室は営業所が併設されている。 ピタパーイコカ対応の自動改札機及び自動生産機が設置されており特急券及び定期券は朝と夕方の一部時間帯に限り窓口にて購入が可能駅高架加工時中の南口仮駅舎連続立体交差事業が行われ2014年9月21日には上りも高架駅になったこの進捗に伴い2005年4月16日から 上り南波方面が、2005年12月4日から下り奈良方面のホームが従来の駅の西側に設置されたカ駅へ移転。この時期、隣の河内花園駅との距離は極めて短くなっていた。2010年5月30日から下り奈良方面のホームは高架上に移転。これに伴い、旧下り奈良方面行きホーム入り口には金網が設置され入ることができなくなった。 なお、高架化後の駅舎には、付近にある、花園ラグビー場にちなみ、ラグビーのモニュメントがついている。高架化と合わせて、ホームが延長され重量編成が停車可能になり、ラグビー開催時に、最大重量編成で運行される、快速急行の臨時停車も可能となった。2018年11月13日における1日、乗降人員は19,107人である。 2006年3月以前は原則として普通列車しか停車せず、また八戸の里表炭酸間の駅では最も利用客が少なかった。準急が停車するようになった理由は、ホーム有効長が長かったためである。近年における1日条項、乗車人員は以下の通り、路線バスは吉田駅を経て、加納工業団地を循環する近鉄バスの路線があったが廃止された。 なお、吉田駅へは、隣の河内花園駅から、吉田駅前行の路線が出ている。隣の氷炭山駅に発着する、近鉄バスの全路線を2018年10月上旬により、当駅北口発着に変更する予定であったことが、一旦は、同社から発表されたものの、駅前ロータリーについて、競技に時間を要することになったため一旦延期となっていたが、その後競技を終え、 2019年11月1日より当初の計画より1年1ヶ月遅れで東花園駅前へ発着に変更することとなり同日より東花園駅発着の路線バスが乗り入れが再開したバス停留所復活時に乗り入れた近鉄バスの路線は以下の通りであるなお復活時には氷炭山駅前に発着していた系統を そのまま東花園駅前に変更したのみであり、乗り入れによる新たな系統や路線は解説されなかった。ありがとうございます。